公吉道、公吉道、高吉堂ホ本ギルトンは、朝鮮時代の小説、高吉道伝の主人公。同書は、ハングル。正確には、訓民正音で書かれた、最古、1607年頃の小説、公実。作者は、学者で文人元、竹冠に、人と巨因、補ぎ日本でいう桃太郎のように、韓国。 北朝鮮の人で知らない人はいないというほど、一般的なヒーロー。韓国では、役所や銀行などで書類の記入例に、日本なら、山田太郎のようによく使われる名前でもある。また、慣用表現で、高吉道のようにというと、神出鬼没という意味となる、農人がゲリラライブを行うと、高吉道ライブと表現されることもある。朝鮮王朝第四代、清掃の時代。 庶民は圧政に苦しんでいた。高少女、本ジョンスン。高大臣の子、高吉志道は、母親の春仙、春仙が侍女、土肥の女中であったために虐げられ、父を父と呼ぶことすら禁じられてきた。さらにその再起を憎んだ父の一番目の愛称に、命を狙われ、高吉志道は家を出る。道術を使う不思議な老人に、弟子入りして、風を起こし雲を呼ぶ。 神出鬼没の遁光術を身につけ、その力で、金剛山さんの山賊を従えて、活品等の狩猟となる。人心を惑わす、僧侶、不正を働く役人や庶民を苦しめる貴族を懲らしめ、奪った金品を貧しい人々に分け与える。庶民から貴族と称賛される、公余指導を政府は逮捕しようと躍起になるが、分身を作って、八道各地で同時に襲撃を繰り返すため、 どうしても捕まえることができない。さらに、聖三品の漢服に身を包んだ、公与指導は、白中堂々馬で役所に乗り付け、権力にこびへつらう官僚を、徹底的に長老する。国王は、公与指導の力を認め、兵奏繁箇所、国防大臣に任命しようとするが、公与指導は、その要請を断って、部下と共に新天地を求めて、海を渡り、栗島、ゆるど国にたどり着き、 その地の王族を征服して、やがて身分差別のない理想郷を作り上げた。バージョンによっては、栗島にたどる前に、イノシシ島、ジョドで怪物の胎児で二人の妻、帝氏と白氏を得る話もあった。日本で言えば、石川五右衛門や、ネズミ構造、ジロ吉のような義族、水戸黄門のような庶民の味方。あるいは、源義経、ジンギス関節のような、公義指導。 本河原説もある。李氏朝鮮時代の身分制の問題を風刺していると言われる。映画や子供向けのアニメなどにたびたび取り上げられている。ソウル四世大学の説聖、ソルソン・ギョン教授によると、朝鮮王朝実録の縁、山君六年、千五百年に、高吉道、道という貴族が義金府に逮捕されたと記されている。それによると、高吉道は、 肖像品道場館千知事の服装で部下を引き連れて、官府、役所に堂々と出入りし、甘津さえ別館、長官に目を通したりしていたとある。そのため盗賊を見過ごし、逮捕しなかった罪で、多くの者が流刑になったりした。ただし、逮捕された、高吉道が、いかなる刑に処せられたについては、記述が欠落している。縁山実機は、世情が乱れたこともあって欠落が多い。 ただしこの高吉道はモデルの一人かもしれないが何から何まで物語の高与導をその人というわけではない。義族という点で言えば後悔未知で反乱を起こした白鳥出身の盗賊林巨星の方がスケールは大きくモデルにふさわしい1559年林巨星の乱。同じく義族で民衆のヒーロー。普段は男寺等の芸人。裏の顔は剣、として 長吉山がいる。高吉道、林巨星、長吉山の三人は共に実在の義族とされ、繰り返しドラマなどに取り上げられる民衆のヒーローだが、歴史的な件はこれからである。むしろそのイメージは重複し、すり替えられ膨らんでいく傾向にある。例えば、高吉堂はこの後処刑されたか、何らかの刑罰を受けたはずだが、最近では高吉堂が生き延びて、 物語と同じく海を越え、琉球、沖縄県までやってきたという説、おやけ赤地の項目参照や、高吉地道は高級官僚の息子で国王の遠赤であったという説まである。国民的ヒーローだけに興味は尽きないが、史実の検証と文学的ロマンは別問題である。1446年清掃が、訓民声音を交付した。後のハングルである。 この時まで朝鮮人は固有の文字を持たず漢字を利用していた。それが知識階級と一般庶民を隔てていた。君民正音の序には清掃がそのことを憂れている表現がある。それから150年余り後、鹿や儒学の書籍はすでにハングルによって表されていが、庶民が親しむ小説はまだなかった。元が庶民のヒーロー、高与指導を表したのは、 一般大衆に、君民声音、ハングルが十分浸透したことを伺わせる。ただし、朝鮮王朝の末期に至るまで、少なくとも、公式には、両王パンは漢文を使い、ハングルは身分の低いものが使う文字だとされた。当時の状況下では、両藩である元がハングルを用いたのはそれ、時代体制に対するアンチテーゼであるとも言える。 実在の法予指導が活躍した時代の縁山君は、朝鮮史上最悪の暴君と言われるが、元の仕えた朝鮮王公会君も、また暴君として知られ、時代背景に共通点がある。作者が自ら感じた社会の矛盾や政治への不信を、小説に固くして表現したと考えることができる。結末で、 紅葉指導は朝鮮を脱出して島国で理想国家を建設したことになっている。これは当時の儒教的観念、王朝への忠誠から脱却しきれていないと指摘する研究者もいるが、仮に物語が前編に通定する反権力志向から王権打倒、革命へと進んでいたら、近所になり著者は逆賊として処断されていただろうとも言われている。 また物語としては、水古殿の影響が見られる。元は、指針として、中国、キラに駐在した際、紙費を投じて四千巻の書籍を購入したと言われ、水古殿は百回読んだと自らの著書で述べていい。不遇の主人公が、盗賊の狩猟に迎えられ、正義のために権力と戦うという、プロットは、ほぼ同じである。高期地道伝は、 長らくハングルで書かれた最古の小説とされてきたが、近年の研究によって、説高三伝が発見され、高吉道伝よりも年代が古いのではないかという意見が出ている。また現在広く知られている、高吉道伝の物語は19世紀後半に成立したとする説もある。古小説、高吉道伝の著作に対する再検討しろしょう。白、章子葉、ペックスンチョン。 西江大学史学科教授。義族であった点から考えると活躍した年代は当然大人なのだがキャラクターイメージは日本の桃太郎と同じく少年で表されることが多い。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。